十回目なんですよ。なんかもっとやった気分なんだけどね。それね。ま一回消,消えてるからね、仕方ないね。もうその分はね。あ、そうなんだよね。一回だけどな。あ,のあれ良かったよな。あれ。<laughs> <laughs> あれ今考えてもどう考えても良かったですよ。あれは良かった良かった良かった。惜しいな。まあそれを超えていくんでね。 仕方ない。はいはいはい。しかばねを超えていくからね、私。仕方ないですよ。<laughs> っていうかさ。あのさ、カメラ端折ってからさ、後ろさ。カフタボ棒すぎだと思わない。ね、<laughs> しっかり風呂入ってから来るっていうさ。うち <laughs> に。 ねあの深夜にコンビニに行く格好でね。それ。本当それだわ。私一応ブラジャーもしてる。一応ハオったぐらいしブラジャーもしてるよ。あ本当に。一応羽織ったぐらいしたけど。一応可愛い格好してねいつもね。あ本当に。これパジャマ用意つよ。昨日もなんか昨日じゃないこの前もなんかワンピースで着てたじゃん。あれはね、そうだね。一日す一日じあれ着てたんだけどさ、キャメロン迎えに行った時にさ、結婚式行ってきたんかやって言われて。 えそんなふうに見えるみたいなね。<laughs> いやなんかこっちのこっちのマちゃん七分丈のレギンスだからね。あと長長めちょっと長めのタンクトップ上。<laughs> ちょっと長いよねあれね。何なんだろうね。そうだね。長め。そうだね。もう年配のバジャードだそんな感じやね。ハワイのね。あのフードランドのエコバッグいつも持ってるしね。<laughs> いつも持ってるもん。<laughs> でもね制服なんかって。 あれじゃない、あのー、あの,そのブランドバッグなんだけど、うん、絶対パッチだなこれっていうの持ってる人多くないるいるいる、ね、いる,いるバスに乗ってるおばちゃん大体それよ持ち手がチープなのよなんかさ「ヴィトン」とか書かれてるんだけど <laughs> 持ち手のところが私ははっきりで分かるちょっとねびく<っ>りが安いチーわけ本当にもうめっちゃくちゃフェイクなのもちろんつなぎ目とかももちろん合ってないしさ<ー>それは。 どっかしあれだろうねう。中国とかのこうね工場の若い女の子がじゃあカッ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 って作ったやつで大量生産。それをなんか多分持って帰ってきてるんだろうね一、ね、人が。でいい,いもうなんかロ,ロゴついてはいいからっっ。<laughs> ええー、もう女買わないわかんないわかんない。一個三十ドルぐらいかな。もうちょっとすんじゃないのもうパチでえでもさ<ー>パチで三十ドル超えたらもう買わないかな。 まあハワイだからね、もしかしたら買うかもね。四十五ぐらいで買うかもね。いらない。いらな <laughs> いらな。<laughs> なんでおばちゃんの話だ。<laughs> まあそうなんだよ、<ー>ちょっともうね、ゆるゆるですね。そうですね。はい。今日何してたの今日は平日でしたよ、カオさん。そうね。私さ日本から帰ってきてからちょっとマジ頭キレッキレだから本当に。 <嘘>マジキレッキレ本当にあのもうあのねあれだから今年は私あのー、スリーピントレーニングするねん子供のスリーピングトレーニングなんかさうちの一番の上の子10歳なんだけど、まあ、まだ一緒寝たい言うのようまだ一緒寝たい言、ね、うだってんっていうのもずーっと一緒に寝てきたからね <laughs> 寝てきてしまったからね いや私はそうはしたくなかったんでこのアメリカ式にさ赤ちゃんだけでも一人で寝かせるっていうトレーニングを小さい時にしたかったんだけどうん、うん、旦那が一緒に寝たい人とでもさ私的にはさ,もうさ寝てる時も昼間もずっと一緒に肌にくっついていたからさ赤ちゃんの時、うん、もう寝る自分が寝てる時ぐらいは離れてほしかったわけだけどそう,、ね、そう「添い乳」チチって言ってねなんか ね、赤ちゃんって寝つきが悪いからさあおっぱいあげてると寝落ちするのよはい、はい、でそのまんまを繰り返してい赤ちゃんがもうおっぱい寝ながらじゃないと寝なくなってしまうわけあもうなんかナイスクッションがここにないとね最高なんで多分赤ちゃん的にはあったかいしねそうなんわけお母さんの匂いしてそう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 ,う確かにそうかそうでそのねちゃんとしっかりその赤ちゃんを一人で寝させるっていう人はそういう寝落ちをさせないわけ そう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 本当にそれで起こして<ー>でその意識があ,あ俺はこのまま寝ながら飲むんじゃねえんだなって赤ちゃんが思わせてのそこからベッドに入れて「あんたここであんたのベッドここね」っつって「あんたここで寝るのよ」って言ってそんんな努力があるんだででそう大変なんですよで私たちはそれはちょっとあの「そ,のそい父」って言ってこのさ私が寝ながらよ。うん もう自分寝てます、ガンガン。その状態でおっぱいだけ出すね。また赤ちゃんも半分寝てるんだけど、おっぱい吸い付いて、で、二人して、こう寝落ちするっていうのを。あの、ずっとさ。あ、むちゃくちゃ癖になっちゃったんだ。そうそうそう、あ、でもう抱っこもして、おっぱいもあげたくない、もう疲れてるから。もう、で、寝てたわけ、でも、父さえ出せば、飲んでくれる。からうん、うん、静かに寝てくれればね、とりあえず寝、ね、て。だからさ、よくは、まあ、多分父出て寝てたわけよ。<laughs> で赤ちゃんもハムチーズ飲みながら寝るでしょ。<laughs> うん、っていうのやってたらもうそれじゃなきゃ寝れなくなっちゃったしでもうちょっと大きくなっておっぱいから離れてもさ旦那が一緒にいてこの小さい2歳とか3歳で抱っこしながら寝たわけ可愛いからサイズもちょうどいいのよ手に収まってさ。うん、あでそれでそんなんしてたらもう全然寝てくれなくみんなうちらのベッドに来るからですね今年は。 でもさ日本ってさ結構みんなほら川ので寝たりするじゃないそうなのよまあその名残でもうちの旦那ほらブルガリア人じゃないの、うんで,まあ、でもあいつも川の字で寝れた系だったのよ。はいはいそそそそう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 だからでもそれでなんかこう後々影響出るのかな何かしらに。まあほらこの期間でねほら一緒に寝,れ寝ないと寝れないっていうからさ姉さんの時間が取られるのはあれだけど<ー>それ以外に何かこういや悪いことはないんじゃないかな。ね、本当にそそれこそもう私たちの なんか結局さ夜ぐらいはさああ親も親の時間が欲しいじゃん,、ね、んでもそれさえもつい取られちゃう感じかななるほどねうんそれで勝手にねとりあえず寝てくれてたまに一緒に寝たいとか言、ね、うんだったらまだねそうなんだけど,、ね、だけど毎回寝なってくある、ね、まあ一番上のお兄ちゃんはそんな感じでたまに一緒に寝つきが悪い時とかもベッドに来て「<ー>もう今日は俺はここで寝ますから」みたいな感じなわけ「いやお前,お前もうでっかいんだからね」<laughs> あのこのキングサイズにお前でっかいんだから、うん、あんたがあの来ちゃったらもう場所ないんよっていう話じゃん,うん、うん、いや今日は私ほらここで出ますんで俺はみたいな <laughs> すいません決めてるわけ気持ちよそしたらどうなると思う私ゲストルームで寝るんだで <laughs> あそうなのうん、うんうん、それじゃあお父さんでもいいんだ別にでもいいしどっちでもいいし、まあ、旦那はこう多分私より寝るのが早かったりすることが多いから私が結局それは何にあなたたちのベッドで寝たいんじゃなくてそうだよ うん、私たちの真横でベッドで寝たい、うん、もうそのちょっとその人がいるっていうのがちょっと安心感があるんだそうなわけなんですよ分からなくもないかなだからさ今年はさ、あのー、スリーピングトレーニングするっていうんで決めまして私、うん、もう自分の時間はそれに取られたくないね夜と思ってでやってるんです私キレッキレ,私はキレ,ッキレ わかる私はキレッキレでやってるつもりなんだけどみんなついてこれてないなっていう感じをす,ごいする <laughs> みんなキャッチアップして <laughs> ついてきた旦那とかも本当に遅すぎるなんかああそうだったなみたいななんかね難しいよね子供たちはねそうなななんんんですよ私なんてもうなんか 寝かせてくれんだったらもういつ,いつでも寝かせてくださいって感じだけどねん <laughs> で寝たくないんだろうって思うよねそうなんだよねもったいないと思うんでしょうね子供はねあでも子供の時は確かにそうだったかもな寝てたまるかっていうなんかこの自分が寝てる間にあんたたち楽しいテレビ見て楽しいお菓子食べて何やってんのかしらって思うんだよね子供の時ってねなんか私もそこになんでジョインさせてくれないのみたいなねえ<ー> でも面白そうっていうのあるんだろうね、うん、だっ,てちょっとその悪いこと夜に起きてるこのそわそわ感みたいなのもあるんじゃないあ<ー>、うん、あ子供自身が、うん、なんかこれ修学旅行の夜みたいにさあワクワクドキドキみたいな感じ、うん、いやーそうそんな感じでそうだからもう夕方はさディ,ナーディナーも,もうしっかり作ってるねやっぱそのなんか日本でインスパイアを受けたっていうのもあるけど、まあ、別に今まで作ってるとあんま変わりはしないんだけどさ、うん ちゃんと作って時間内に食わせてねなんかやることやって宿題やってみたいなうん、うん、で「はいこの時間はいえー、皆さんいませよいやせよはいえっ、ー、ってくださいねー」っつってさ <laughs> 上に上げて「そうそうでアンティーカホーもうすぐで来るからね早くっ行ってねー」みたいなでカホーちゃん登場して夜夜<お>なな今撮ってるっててる感じ <laughs> 皆さん想像できましたでしょうかそういう感じなんで私がここのドアを開けた時にまだ長男く子は下にいました。<laughs> ゴロンゴロしてかもかぼちゃかぼちゃん, <laughs> かちゃんあの前ピンポン鳴らさないでって言ったからねもう夜遅うピンポン鳴ると子供下降りてくるもう誰誰だってなるからピンポン押さんでって言ったらもうノック玄関ノックだけしてもガッチャッて開けろノックの前に何してるか知ってるカメラにこうやってこうやって,って動いて「来たよ」って玄関前のカメラに「来たよ来たよ」って,たよってやってんだけどそれでも反応がないとトントントンってやってちょっと待つんだけど。うん ドア開いてるかなと思ってドア一回開け,開けるよう、ね、開けようとするよねあ閉まってるなててはいはい、はい、このノックとこの開けようかなってってガチャっていうの1秒ぐらいだから <laughs> <laughs> でたまに鍵かけてみるとそのまま入ってくるて感じだよな<笑><笑>でキャムロンがテレビ見てて「よっ!」っつっていう感じだよな <laughs> 本当にそれなのあのねほん本当にご近所さんみたいな感じですよね「あのサザエさん」のいるじゃん「なんとかさん」って。

怖いですから。来たよ。怖いですから、サシとか。あんた何やってたのよ。今日は仕事だったね。あの、お家でしてたの。今日はね、うん、オフィス行ってた。オフィスに行ったんだ。このこの発表しますと皆さんに私仕事転職します。このこの転職。何何何。ええ。十時度、夜十時度。 一着します。いやあのねこれはまたねちょっと別会を取りたいと思ってたんだけどあの仕事辞める時ってあのこれはねみんなに言っておきたいお前がいなくても社会は回る。マジでこれなの。それなあのコーポレートで働いてる人ですね。そうそう日本人っていや。 私がいなくなったらあの人にこの私の仕事が行って私がいなくなったら回らなくなって、うん、みんなが大迷惑するとか私が休むことによってあの人が出勤しなきゃ、うん、もうね大丈夫私がいなくても、うん、多分代わりの人すぐ入る <laughs> し誰どう,どうにか回るの、ね、よだから自分の人生優先した方がいいですよそうなんだよねあ でも本当そうだよね考えすぎちゃうじゃん私バイトの時でさえそうだったからね私もそうだよ私が抜けたら誰からジ地打つのみたいな誰でも打てるっつうのみたいないるのよ全然いるんだよなでもさそういうさ仕事のさせ方をしてたのかもね会社側もだからそうだと思うよあと日本人もそうだしねみんなこう何て言うんだろうんか責任感強いじゃない責任感は強いいいことだけどねいいこといいことだからね いやまあやめるって決めて言って、うん、でもほら人自体はすごい好きだったから若干こうクッってきてよね心にもないことはないよな自分にもうちょっと続けてたら、うん、まあほらやっとね1年ぐらいだったかはたってたのがうん、うん、やっとこういろいろ知り始めて分かり始めてた時だったからうん、うん、クッってなったけど、うんうん、でもほらそのく 辞めるって言うまでにいろいろ経験があってきて、うん、ああちょっとダメかなとか、まあ、ダメっていうのはその会社に対してっていうよりも私の,この求めてるものとの合致のがしないとかそういう,、ね、なんかこう合わないというかこれから続けていくの難しいなって思った瞬間っていうのがこう何,個何回かあるわけじゃないこうシリアスにちょっとクッってなった時が。はははいはいはい,はい、はい、そうだねでもそれをパスして結局その結論を出したわけなんだけど。うん その結論を出した後にさやめますって言った後にさ、うん、大体私いつもなんか「いやちょっともうちょっと頑張れたんじゃないかな」とかさ「あかるなんかあちょっともうちょっとああしてたらこうなったかもしれないな」とか「うん、もうちょっと言ってなん,かなんか続けられそうな気がするぞ」みたいな感じになるんだけどでもその自分を信じるしかないねもうねそのちょっとあ違うかなって思った瞬間の自分を信じるしかないもん なんかさあれじゃないあのずっと付き合ってた人とは <laughs> <れ>付き合ってた人といやこいつもしかしたら違うんじゃんかもしれないなって思っちゃった日から <laughs> いやでも好きかもいやでももしかしたら違うんじゃねえかなこいつはダワンじゃねえみたいな <laughs> で,ももでもちょっと好きな日とかもっと好きな日とかもあってだからちょっとうんうんうんってなってで最後的にもやっぱりでも俺は別れた方がいいって言って振ったもんだらあとからいやー でもでもその「いやもうちょっと」できたかもしれないっていうのは大体1週間ぐらいでなんか気が晴れてくるあいや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 そうたなあってたあ、うん、ってた,合ってた <laughs> うんそうだよねでも一瞬でもそれを思ってことはそうだったや、うん、もうムーブオンした方がいいんだよねそうそうもうね自分を信じるしかないなので皆さん、うん、仕事 やめよ <laughs> やめようじゃなくてないだから悩んでる人はやめようねそうだね,うだね <laughs> やめやめ,やめるかみんなみんなやめるかや <laughs> みんなやめるよみんな <laughs> みんなやめたらええんよみんなやりたいことやらないよでもさおわない絶対第三者として誰かその理想論を唱える人は絶対必要なんだってそれが起きるか起きないか知らんよ 信じ合ってるか合ってないか分かんないよ、はい、けど理想論として誰かが「やめたい時はやめたらいい」って言う人がどっかにいないと多分やっていけないってそうだよねあだからさあの同じ職場の人とかに言わん方がいいと思うんだよね分かるああいややめた方がいいよって同じ自分がやめたいと思ってて、うん、同じ職場の人にさ「私さやめようと思ってるんだよね」って言った瞬間に、うん、その人はさ結局なんか何つのあの頭の中でさ 私の仕事が増えるかかもとか要は自分があまあちょっとプロテクションに入るよねいや,やめたいなと思ってる立場で心配することを今度その言われた側は同じことを心配すると思うのよ。ああ確かにね。だから回るかなってね回るんですけどあなたがいないことでなんかね回らなくなっちゃうかもしれないんだとか特に日本の会社はうそうよだってほらジョブディスクリプションが明確じゃないじゃない。 総合職とかなって、まあ、いろんなことやるじゃないあそうな、ね、アメリカはさもうこのポジションはこれそうだねチームでもこれだけそうそうそう,そ,う、ね、それジョブディスクリプションに書いてなかったん、ね、でやりませんって人結構多いじゃないああそうだね、うん、はっきり言うねそうそうそうああそれだからかうん,うんまあ多分さこの聞いてる人はこのさ果歩ちゃんの余裕さを感じて多分もしかしてカオさんはすごい夜な夜なで稼いじゃってるから。 大丈夫なんじゃないのってコメントしろやん。<laughs> <laughs> 思っちゃうと思うよ、このかおちゃんの余裕さ。いやいやだってこの前私姉、ね、さんに、うん、いやー夜中の,夜の再生どうよって言った。うん、いまいち。いまいち。もうまあでもね、いまいちだろうがなんだろうが聞いてくれてる人が一人でもいる限り。そうなんです,よんですよ。やっぱりね文言、えー、が調べられるよね。 まあ、それはそうよ。だって、私たちのターゲット二種だもん、すごい。うん、こんな、こんなもう狭い、もう、二、三ミリのいいところにいる人たちをターゲットに生きてるから、ね。そうそう、そうそう、一握りな。そうそう気が合うね、これ聞いてる人は。本当だよ。うそういうことよ。そうなんですよ。今、ここにいて、一緒に喋ってても、変わらないんだから。あ、そうなん。そ その中ちょっと野を飛ばしてくる人がいたとしても、そいつも聞いてるから私たちの仲間。そうなんだでや。分かってますみんな。聞いちゃんみたいな。みんな一緒だでファミリーファミリー。そうなのよ。まあいろいろあるよねみんな。うん。ということで、はい。今日はね、あのまあ仕事の話してもいいかなと思うので、まあそれはちょっと置いといて、とりあえず今日は、はい。あのそろそろ英語の話せんか。そろそろ英語の話だね。 っていうかそれさっき決めた話だけど <laughs> そ、ね、話ない,んいやなんかさ昔からさほら特に私たちはアメリカに住んでるから絶対英語は切り離せないじゃない生活していく上でね。でなんで今まで話さなかったかっていうと、はい、私たちの英語が決して完璧ではないしそうだねなんかその立場で言えることってどこまであるのかなってところであんまりどうやって切り込もうかってずっと考えてたんだけど。 ででも触れときたい話ではあるんだよね多分だって英語ができなくても生活できるんですかとかさなんかこうどういう感覚うどこまでの英語で、ね、がの力があれば生活できるんだろうとかそうだよ、ね、英語に対してどういう考え方なんだろうとかさそういうところをちょっとほ,ほぐしていこうかなと思ってほぐ,ほ,ぐほ,ぐほぐしてほぐしてほぐして。ほ やっていこうかや。やっていこうやと思ったんよ。ああいいんじゃないの。どうです、英語は。英語のレベル自分で。なんていうかさ。ね、私ずっと思ってんの、英語は。ぜ、私たちのほら、マザータングっていう、ぼぼぼぼは日本語じゃない。母国語。母国はね、そう,ねそうでしょう。日本語だね、絶対ネイティブにはなれんのよ。え、なに、ど、どういうこと。なれないと思う英。英語が、うん。英語のネイティブには絶対れなにはれないって。 私はもう諦めてるさ私もそうなんだけど、うん、でもさそれを目標にしてでもそこに行く人っているよね。いるそれはすごいのよ。よでも私のやり方は、うん、もう諦めたっていうのも、うん、自分自身若干あの完璧主義者だから<う>そこにゴールを設定しちゃうと多分辛くなるんだよねん生活がからくなる。うー っって思ってて思割り切るるようにはしてるそれでも辛いけどねこう頭の中に言いたいことがあるのにそれが100%言い切れない時がもうほとんどじゃない、ね、英語で話してるとねちょ,ちょっとこうさ何て言うのかな100%言い切れるっていうかさ OK じゃあ日本語で自分が物事を説明したかった時に 100%120%、うん、ぐらい表現できるとすれば。うん 英語でこう同じことを言いたいってなった時に、うんまあ、そこには達しないよね、うん、607080%ぐらいで、うん、あともうちょっとどうにか届けたいんだくと、ね、ボキャブラリー足りねえみたいになって「You know what I'm saying?」みたいな「You pick it up!」み <laughs> <laughs> であっちいやいや」「<laughs> I know what you mean」<laughs> 千キということだよ。そうなんだよ。なんかだから、うん、そうだな発音とかもまあそうなんだけど、いや多分頭んな人がいるよね。そうなのあのね、こうした人っていうのの感覚でいるとさ、日本の国の中で日本語喋ってるのってまあ基本的に日本人じゃない。そうだね。まあほら移民できた人とかもいるよ。けどまあ 大体そういうのって,こうなんて見た目で分かってああ引っ越してきたんだなとかさ移民できたんだなとか、うん、そういうのがだいたい分かるじゃない、うん、でも基本的に真っ当な日本語をしゃべってる人は大体日本人。でもアメリカってそもそもその前提が全く違うじゃん。うん、そうだねアメリカ人 っって言って言もアメリカ人は何って言われたらそのイギリス系の白人の人だったりとか、うん、まあ黒人の人もいたりだとか、うん、あベトナム人の人がいたりだとかチャイニーズコリアンジャパニーズも、うん、全部全部まとめてアメリカに住んでてアメリカ国籍持ってる人はアメリカ人じゃん,うん、うん、そうだねだからもうなんか誰もそんなになんかその100%の。 完璧な英語を知らないっていうか何度すみたいなそれ言うよななう,ん、そうよな、うんね、そこに鉛とかが入ってきたりとかあと方言とかね、うん、入ってきてるしねあとそれこそうちらが喋る二国語の英語も混ざってきてるっていう意味でしょう、うんうん、そうだからなんかなんだろうほら日本人って割とゃちゃんと喋りたいくなっちゃうじゃない,い<や>英語がクラスで学んできた英語のちゃんとした文法で。 喋りたいって思っちゃうけど、うん、なんかそもそもなんかその前提が違うからそんな心配しなくて大丈夫よって思うあ言ってることすごいわかる。で何、うんね、かそのさっきさアメリカにいるけどいろんな文人種の人がその同じ言語を喋ってるって言ったじゃん。うん、なんかさ うちの旦那がさそのこの間言ってたんだけどさあのロシアってさこのほらモンゴルと中国とあそこ全部繋がってんじゃんか、うんね、っていう流れでさやっぱ中国人とかもさ全然いっぱい住んでるわけよねロシアって。でそのロシアに住んでる中国人がペラッペラのロシア語を話してるとかさ似た感じだよね。うん、アメリカにに住んでで、て、てて違うう人人種の人がその英語ペペラペラ喋れてるっていう感覚 他の国にもそういうことがあるんで。面白いね。それは面白いと思わない。うん、でもちょっとのナマとかあるのかな。でもさ、そのナマさえもさ、その人たちがこう大人大人数になって、うん、その言葉のナマがメジャーになったら、それが今度メインの発音になるんじゃないの。わかる言ってること。そうなんだと思う。<laughs> えハワイアンもそんな感じしうるよねう、うん。ハワイのその、まあそうだよね。アメリカにさ住んでるんだけど、いろんな国の人とかが、でもさ。 あのー、あれよね第2世とか第3世とかあるじゃん次。あああでそうすると今度は第2世第3世になるってくるとさこのもうオリジナルの英語に近くなってたりとかするじゃん。ね、子供たちはみんな子供っていうかほらアメリカで育った子供たちは割ともう割ともう,そうだ、ね、ネイティブでしょネイティブなんでしょ。 英語習得しないっていうか、なんか知れば知るほど喋れない自分に気づく感じはあるよね。ああわかるわかるわかる。なんかさ、<ー>普通に生活している上ではいいの、ね、よ。<laughs> なんか特に私はこのステイホームママだから、うん、私がその英語使うなんてさ、その何近所の人に会ったりとか、うん、あと友達に会ったりとかもそうだし、あとはその学校系、子供の。とか、あとまあ医者系とかさ、 ここの子供が関わることとかは全部だよね、うん、とかあとまあ買い物に行ったりとかそんな感じだけど、うん、それぐらいだったら別にさこの何て言うのかな中学レベルではないけど、まあ、私がこのアメリカ10年一定のレベルでは全然会話できるレベルっちゃレベルなんだけどさうん、うん、なんかこうでも結局あれよね例えばニュース見てニュース見てるとしたらさ、うん、あの分からんよ。 いやももううニ、まあ、ニュースとニュースペーパーーススとペパあもう何かふんわりと雰囲気は分かるけど <laughs> どこどこで何々があって何時にちょっとこういうことで、うん、みたいなでその後政府がこういうふうなことを言ってますとかになってくると「 もうなんか。政治関係は本当に難しい。多分、ね、もともとその政治の知識もなきゃいけない上に、その独特のいう、んていうの。ボキャブラリーがもう、分かんないじゃない、うん。そうだね、だからちょっとこう、そうわかる人、例えば旦那とかに。こなんて言ってんの、これみたいなさ、ちょっとブレイクダウンしてもらって。うんうん、だから、こいつが悪い、こいつらが悪い奴らだったから、みたいな、ね。<laughs> <laughs> 子供に説明するみたいなね。ねあと、ね、映画も難しいわ、わ私、まだに。 ああ内容によると思わないラブストーリーぐらいなのあ,あれだけどさあ私もあのあれクリストファー・ノーランの映画とかも何起きてるの今ってなっちゃうテネットとかさかあとあのー、うんテネットとか、うん、あとなんだっけあの宇宙のやつとかさ <laughs> はははいはい、はいそうだねそうだねもうなんか何起きてるの、ね、どいつ何々が起きてでだから俺たちはこういう作戦を今練っててうそのためにはこうするんだけどこの,あの作戦1が動かなかったからそ,<う>そしたら俺は次はこういうのをやって「ストラテジー A が動かない今度 B8 これが出てきたいやー!」みたいな,なんか<あ>何が起きてる <laughs> 怖い。 難しいよねそよでもさカモちゃんの言ってるのすごい分かるなんか私もさ YouTube でちらほら英語を話すこととかあると初めすっごい言われたもんね「この人は L と R の発音ができてない」って絶対,絶対言う人が「L と R の発音ができてない」って言うの日本人好きなの。日日本本人人に言われるのが、ね、あそれだっていうかねそういうの言ってくるの大体日本同,じその同じ国の人 が大体言ってくるよ、そういうの。あそうだよね。あ,あ,あんたこういうのできてないよねい。できてないてお、うん、君はなんなんなんや。ね、私のなんなんやって感じじゃない？ね、でさ、そのそういうのゆ言,言われてる時期っていうのは、まあ結構昔だったわけよ。うん、でもだんだんそのさ、ほら、さっきも言ってたみたいにさ、YouTube でもそのなんていうのかな、英語教えるとか英語っていう分野がはっきりしててさ、こう英語の系の YouTuber とかいるじゃん。英語系 YouTuber っていう人がいるじゃない？うんうん でさそういう人たちがもういろいろ言ってるからだと思うけどそのもう L と R の発音もほらできたらもちろんいいけどさやっぱりその下の使い方でむずい,むずいじゃんねだからなんか結局その伝わるかどうかの話そうなんだよ伝わりいいのよ最終的にそう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 そわそう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 うそ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 そうそうそう あ自信を持ってその何て言うのかな発音は上手じゃないけどでもちゃんとしたその文法と英語を話してる人とさ自信がないんだけどでもはっきりとした文法を話してる人としたらさ、まあ、自信持ってるる方が聞いた感はあるよねある多分ね,ね誰も期待してないのよそんな合ってる文法だとか 合ってる発音っていうよりも、あなたが何の内容を話してるかっていうところ多分聞きたいなと思うので、ね、うん、に特にアメリカ人はそう。アメリカ人っていうか、まあ欧米の人たちは、うん、はあなたの意見を聞きたいから、まあそのツールとして英語を使っていただいてるから、もう別に発音だとか文法だとか最終的にあなたの言いたいことが私に伝わればもうオッケーって感じ。そうだよね。そうだよね。なんかこう本当にそれこそその言う人はね、例えばエルとアールの発音ができてないとか。 この発音がこれとこれを言ってるみたいだとかさ言う,う,、うん、う人っていうのはさもう自分がそういうふうな話し方をしたくないっていうかなんていうのう完璧じゃなきゃダメだって思ってる人だからうん、うん、言うわけでしょポイントアウトしてだからそこをもうシンクていいで本当にそうなのよ <laughs> シンクていいですよ伝わればいいよねあとねでもね私気づいたのそうだから伝わればいいじゃん。 あのね、だか最終その伝わってる人で英語全然喋れない人ってたまにいんだよ。もうなんか伝わ伝わってるっていうかう英語全然喋れないけど、うん、なんでお前そんなに友達作れてるん？って言う人たまにいない。Oh, yes. れあれ見ると本当に私。ある,あるあるよ、それアメリカ来てさ、アメリカっていうかまあオーストラリアとかえまあ英語喋れとかだと思うんだけど。 言って多分、あ、こう、なんかショック受けるやつやね、一番めに。そうなの。こいつの発音はそんなに上手ではないんだろうけども。そう、友達がいっぱいいるなとかさ。さ多分、それは本当に、そのパーソナリティとか。あと、表現の、顔の表現とか。うん こかたぶんにじみなんかであとただ単に人懐っこいとかなそれはもうさ英語うんぬんじゃないのよね本当パーソナリティーよねそうそうそうんでこの人今笑ってんのみたいなよくさよく言うのがさインディアン系の人っていうのは下のあれでさ英語の発言も強いじゃない「Hello?」みたいな感じで強いじゃん。でも やっぱりはきはきしてて自分が言ったのかを言ったんだから、うん、お前なんで聞き取れて年齢ぐらいじゃんか <laughs>、うん、だからあの本当にそれこそ私もさあのこっち来てその知り合ったインド人の人で、うん、あのも,ものすごくそのさなま、うんねね、ってるんだけどでもはきはきしてるから本当知り合いとかもいっぱい多いしさ、うん、周りに人がいるんだよね。そ、うん、そうそう,そう,そうなんかさ <laughs> たまにさあの私はねこう、ちゃんとブレイクダウンして喋ってるのよ、うん、でもさこうあれなんかこの人私の言ってること理解してないなって思う時があってやっぱ私の映画ちょっとまだもうちょっと精進し,しなきゃなって思うんだけどさ、うん、そこにいた人にさ、ね、ちょっとさっきのやつ分かったって言ったら「あわかったわかったあの人が理解したわけそれ!」って人いるよね」アメリカ人のあの 理解度のレベルっていうか、なんていうんだろう？個人差なそれ。そうなのよ。教養レベルっていうの、なんかこう、うん、人の話をちゃんと聞いて理解するっていうスキルが欠けてる人が結構いるのよ。はいはいはい。ちほらアメリカン、ね、自分の英語云々ではないよね。そう。うん。そういうこともあるね。ある。あるあるある。あるなんかあそういう人もいる。なんか日本だとね、割とほらみんなとりあえず聞いて理解しようとするっていうこう姿勢が多分そもそも。 あの小学校とか幼稚園から林、うん、先生の話聞くっていうところで教育されてるじゃない理解しようとする人が多分いっぱいいると思うんだけどアメリカは結構ちらほらいくら言っても「この人分かってない!へー」みたいな時がある。<laughs> っていうかその話の流れでさ、うん、昔話してたじゃんあのさコールセンターとかさ <laughs> 電話する時、うん、あの例えばな私ど,どこかけた時だったかななんか多分 物を買ってでも間違ったものが来たとか、うん、なんかそんな感じで多分サービス、ね、クレームの電話、ね、とかさ、うん、とかそんな感じだったあとは医療系だったかな分かんないけど、うん、電話かけなきゃいけない時があってかけたんさそ、うん、したらはまだ私からさ「Hello」って言うでしょ、うん、でそしたらあっちがさ「Yes」って言うから、うん、それ I'm so」とか言ってそれでこう自分のねあの条件を条件っていうの,その要件を話そうとして喋ってるんだけど。 何も言わわないわけよ相手が電話の方から <laughs>、うん、で,で私は先に進みたいんだけどでも絶対聞いてない感じがしたから「um, Hello? Are you there?Hello?」<laughs> とか言うんだけど「<laughs> uh, Yes」とか言って相づちが少ない人もいるよね。そうなの電話なのに相づちもなくってだから聞いてるか不思議だから何回もなんか私もなんか止まってさ <laughs> でまた話戻ったりとかしてさ。 なんかもうすげえぎこちない感じでさ、でそんなも何回も繰り返す、分も何て書かかなくなってきちゃって、<laughs> あるあるめっちゃあるあるめっちゃあるよな、あいつらなんかうんふんとか yes 言ってくれ言ってくれればいいのになんかオッケー so だど、そっからずーっとだ<ど>そうなも言わない、こっちが全部話終わるまで、そうでなんか話話を終わってもなんか そう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 だからもう私その経験何回かしてからもう今はもう電話しても「Hello」って言ってそれであっちが「Yes」とか言って言うと「So the reason why I'm calling!」で全部両解言ったらあっちが「OK! うん?」とか言ってああよかったよかったみたいなね。ということで全部言わせてもらおうかな全部っていう感じで私もそう最近はね最初は本当になんか 電話無事。電話はマジでわからん。あとたまに回線がもうめちゃくちゃ。これは90年代の回線かいっていうぐらい聞こ聞こえないときあるよね。聞こえないときあ,、ね、あ,ある。あ<ー>必死にさ指を押してさあのボリューム上げるんだけど <laughs> それめっちゃ高いボリュームだったんだな <laughs> みたいなね。<laughs> 本当に全然聞こえない。So your name number name と number だけ聞き取れた。<laughs> <laughs> 私さあのニュージャージー行った時にさピザ屋にさピザをオーダーしようとして、うんうん、その時はさ全然さ場所そういうオーダーとか電話でできたレベルだったようん、うん、全然どこにかけてもとメニューでそののなんていうのが言ってさ全然普通にスムーズに終わるとこだったのに今回そのかけたところがさあのイタリア系の,そのピザ屋さんだったわけ。うん、あのニュージージジイタリアン系のさ あの家族多いのよ、oh, <you> そうで結構そういう人ってさレストランやってる人が多くって、うん、で私がそのかけたピザ屋にそのオーダーしようとしたらえいちいちっとかかっ、うん、要はその私の発音がき分かってるな相手は私が何言ってるか分かってるんだけど発音が面白いからあの何ていうのかなメイクファンブーにしてくるわけ。ななのあ,<ー>あの ははははみたいな「はっマもつせ」「もう一回言って」とか言われるわけうん、うん、で私だん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 イライラしてきてさ「You're so rude!」って始まっちゃったよだから <laughs> でもそうやうでなんかさ友達とかならいいよ近い友達とかで、うんうん、だったらいいけど何かお前たものに対してピザのオーダーだってお前ビジネスやってんだべっていう<ー>でそれでさ電話かけてきてそういうなんてつうのかなあの お前の発音は面白いみたいな感じでうん、うん、やっちゃダメだって <laughs>、まあ、その時はそれをさジョークとして取れなかったしでもね、うん、本当に怒らせる感じだったのあ<ー>だからあのそのオーダーして結局ピザがうちに、えっと、デリバリーで来てもらった時に、うん、デリバリーしてくれた人はそう電話取った人じゃないからねうん、うん、そいつにもう一回文句言ってそしたら「あー分かるあいつねー」みたいなその言葉であいつよく電話で「うん分かる分かるやってるやってるわ」って言ってたの。<laughs> もうそういうやつは切らなきゃダメだよっつって言ってね、ビジネスっていうのはね。あったよね。そう。はあ、失礼やな。そう。<ー>そんなこともあったね。やっぱけあの生活してるとね。ありますよね、いろいろね。そんなこともありますね。結構それでさ、あれよね。<laughs> 怒るのもよくないけどね。あの怒っちゃったね。いやーでも。 なんかさ、もう、e n o u g ってなるよね。そう、そうなわけ。本当にそう。なんか結局一応聞こえてんだったらもうそのままもうスムーズに行けやっていう。もう本当にあの面白くねえだな人生っていうさ。私のことね面白かったってしょうもないべ。ね、そうも。持っといてくれや。それだだよ。もう本当ピザだけを。持っといてくれやっていう話なそう。でもねうちの旦那もね。 うちの旦那も英語ふぼあ二国語国だからさ<ー>うちの旦那はもう母国語がそのブルガリアの方のうん、うん、言葉で,で彼もね中2とか中1とかそんぐらいの時にアメリカに来てるんだよねうそうだから2国語いだからさあの人は自分で自分はその、ね、ニューヨークっぽい話し方をするっていうわけ。<laughs> <laughs> 自分はだからニューヨーカーの人によく「うん、あのお前ニューヨーク出身?」って言われるんだよね俺って言うんだけどちょっと嬉しそうな顔してんだろたまにあのやっぱり鉛とあと英語の間違い私ピックアップする。本当に、うん ピックアップする何だったかななんかさ、ほら、シープとかってさシープスって言わんじゃんあの多い時ああ、フィッシュフィッシュズみたいな感じそう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 それでね、なんかどれだったか忘れたけどこの間間違っててはぁなんて言ったもう一回言ってみて間違いだっていうことがありますよそうなんだ、知らなかったわでもさ、アメリカ人の人でもたまにそれ間違えてる人いるよねいるよいるよね うん、もう怒すかメールとかでも,もう全然間違えてる人いるよ。ね,ねだから本当その一番初めに戻るけどさあの「本当ってどれ?」っていう話なんだよねそうなのよもうねいいんだと思うあなたのやり方で何だって多分誰も気にしてないと思うそうなんだよね伝わればいいさ、うんさだから皆さん本当にこだわるのやめましょう私だからこの前両親来た時にさ、うん、ホールフーズ行ってうん うちのお父さんがホールスーフーズつくなりガホちゃん、トイレ行きたいって言って <laughs> <laughs> OK 私はもう甘やかしちゃダメって思っていん聞いてきなさい偉いじゃんガホちゃんなんて言うの <laughs> バスルームでいいからバスルームって言えばもうわかるからって <laughs> ほんでほんで行って帰ってきたけどあ本当にう,なんうん <laughs> それは簡単だっ多分さそれはさトイレには行けたんだけど自分には100点もってあげられないなっていうその感じでああそうなんかなうん、うん、まあトイレは行けたけど、うん、みたいなもっと俺かっこよくしたかったなみたいな感じもうかっこいいなって、ね、目指してたって仕方ないってマジででも多分さそれを持ってる人が大半だと思うのまあねかっこよくね、うん、話したいよね発音にこだわる人とか多いっていうじゃん日本人って<ー>発音がなってないとかさ それもやっぱりこうやっぱりさそりゃ発音が良くてさスムーズに言れたら自分も気持ちいいしかっこいいけどさうん、うん、無次元無次<事>無次元無次しもうそこにね多分ゴールなんて絶対ないと思う、ね、一生付き合うものだからねそうよねあ一生多分私は多分死ぬまでずっとこうやって今も言いたいこと言えなかったって思いながら多分生きていくんだと思う。 そそれははさ、どこでで解消するのあなたも言いたいこと言えなくても言うよ、うん、言うけど、はい、こうなんて言うんだろうアメリカ人みたいにショートセンテンスでスパッと言えなかったっていう時ね。あ<ー>だからさあのね私あとこれよ言いたいことが言えなかった時って大体みんなこうクッて止まっちゃうじゃない,はい、はい、あくこの言い方わかんないって止まっちゃう。

そこでもさそこをさブレイクダウンちゃんとできるスキルうちらはつけたから生きてこれてるそうだ、ね、でもそのスキルは多分発音とかその完璧な <laughs>、うん、あの文法よりも多分めちゃくちゃ大事だと思う私はそうだねだってそれが,が会話じゃんねそうだねだっ,ってそれが会話じゃんねそうだねだってそれが会話じとか医者おそうだんとかもそうだけどああなんだっけあれあのー 何月のとか言って何日にお祝いするあそうクリスマスですみたいなあのこれこのなんかベッドの足の下につけるこのこのちょっと高くするやつなんて言うんですかベッドライザー よくわかんないやつあるじゃんたまに何て言うんだろうなみたいな言うしかないのも始めるボキャブ口に立ちちゃえばどうにかなるそうそうそうなわけだから結局さ自分をさうわベラ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 なんかもごもご言ってるなって言うんだけどでもなんだかんだ形になってくんじゃんそのモがそう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 っうそれそう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  いいかかにそこで自分を止めないかだねもうダメだ言えないだってさしかもそこで止まるともうタイミング失ってもう言えないじゃんあ終わったもう、まあ、その話は終わった今みたいなう会話進んじゃった <laughs> ってなるじゃんそこでねいかにビビらずにこう自分を押すかわ、ねね、かりますよ私さ、ね、ここ数年でさ絵と知識があるわけ。お 発表して全然さ英語のレベルとかうんぬんじゃないんだけどなんか声をちょっと低くすると喋ってるふうに聞こえんねんそれはそうなんよわかるうわそれはそうよちょっと雰囲気喋ってる感じに聞こえんねんでもこれめっちゃどっかで聞いたんだけど人間自分の声の話すトーンを少し下げると落ち着くんだって。 あのほらプレゼンテーションとかする時に声が高くなっちゃう人っているじゃない緊張して、yes! それをだからあえて意識的に逆に声を低くすると気持ちが落ち着くみたいな多分英語を話してる時も声がちょっとトーン低くするとなんかこうちょっとコン,コンフィデントに見えるっていうか自分も多分コンフィデントになるんだと思うよえっ、ー、それ不思議だね、うん、えー、なんかさそう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 それでさそれそういうふうに喋るようになってから、うん、なんか 英語上手だねって言われるんだけどでもうまくはないんさただ<ー>雰囲気喋ってる風に聞こえてるだけでっていうだからでもねそうなのよで,でもね多分ね日本語に比べて英語のこの全体的なトーンって多分低い気がする。<ー>日本語は高いって言うよね なんだっけ、なんかさ、日本人はそのさ、このイントネーションっていうのをなんかさ、うんうん、こう、びっくりした時とかの、うん、わっ,っみたいなさ<ー>そう、これが、この巨人が激しいよね。う、ね <laughs> ね、で、なんだっけ、あの、中国とかだ結構フラットな感じするじゃん。多分、私、<ー>ニュースのしかわからないけど。そうかもしれないね。なんか中国語がもっと勢いな感じがする。この 高低差じゃなくて、勢い、だからちょっと怒ってるように聞こえない。ああ,、うん、あ、はいはいはい。あ、コリアン系だわ、コリアン系。あ、コリアン系。そうかもしれない。なこう、なんか、んフラットな。感じ,じ。確かにそうだ。それは何、あ、私は、あの、英語、あの、何だっけ。あの、ニュースを、を想像してるから。あの、君、ちょ、に、何、喜んでる。うん、うん、うん。っていうのを想像してるから、<laughs> ちょっとフラットに感じるのかな。<laughs> そんなことない。 んかこう何だろうちょっと勢いがあるよねやっぱり、ねうん、こう口から出る息の量が多い気がするこうはい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 ,はい、はい、っていうのがねなるほどなるほど確かにそれはそう,そう本当にそうピッあのトーン低くするのはやってみてよ皆さんうん <laughs> <laughs> でも勉強の仕方とか何やってたの <laughs> 勉強でしかあっでも何回も聞かれて時はほに旦那の真似しかしてないねああとほら あのリアリティーショーとかすげー見てたアメリカ来たばっかりの時<ー>ほら赤ちゃんは小さいから家にいることが多くって、うん、だから結構リアリティーショーカーダシアンのリアリティーショーとかでさーカーダシアンってさ綺麗な英語使うあのあうカスワード使うんだけどねカスワードってダメなことねファックとかユン、うん、ソックとか言うんだけどでも。 基本やっぱそちょっとお金持ちの人たちだからさ、会話が。あの文法が綺麗ちゃ綺麗ないよ。ちゃんと喋るんだ、ね。そうそう、でもちょっと LA なまりだけど、ね、やっぱりね。お、うん、マイガーシュみたいな感じなんだけど。<laughs> でも、そういうのとかずーっと見てたから、なんかそれがそのまんまこうストンって入ったって感じ。<ー>なんかいるよね、あのー、なんだっけ。映画をさ、あの英語字幕で見て。うんうんうん。 でなんか同じことを言い続けるとかさいろんな勉強法があるじゃんかうん、うん、いろんな人でそうねかぼちゃんどうしたのうん私はねでもね私もね文法とかはあんまり好きじゃなかったのよ、うん、多分日和はやっぱり話すのが好きだったからかなでもねい やったことで覚えてるのは、うん、あのこれ多分ねどっかの高校の英語の先生かなんかに教えてもらったのかな、うん、あのこう例文があるじゃないこう,こういう本とか参考書とかって例文があるでしょ、うん、CD がついてくるやつってあるじゃないそう参考書に音声聞けて、うんね、そこから学べますよみたいなやつ、うん、それを音声を聞いてその一文を丸暗記した上で、うん、音声と一緒に言う。 シャドーイングっていうのかなああいうのあ<ー>だからこうなんて言うんだろう文法というよりもそのリズムの感じで一文まるまる暗記して見ないで音声と一緒の速さで言う例えば何があったっけ <laughs> うん <laughs> 例えば <laughs>、ね、そ,そうね例えば 勉強系のその C.D. なわけじゃんか、おうおう本とかでしょ。うんうん、だから、ね、例えば何、エッフェル塔に行って何がいいのよ。 食べるのは何時だったっけ <laughs> みたいな感じそう、そういう感じ,うう感じで,でも私が使ってたのはたまたまトーイクかなんかのやつだったからもうちょっとこうビジネス英語っぽかったけどね。えそれさ、もろ勉強系じゃん、あなた。もろ頑張って勉強系じゃん。でも私は結構秋っぽいから短期間めっちゃ集中してるのよ。でもそれが長く続かないっていうのをずっと繰り返してる感じ。 でこの2ヶ月3ヶ月めっちゃ勉強してんなーっていう時があってその後ペッても飽きて、うん、でまた帰ってくるみたいなのをこう繰り返してたからえそれでずっと同じ感じです勉強してたのいや結構違うことやってたよしょっちゅう、まあ、それはただの一つだしシャドーイングはうんうんあと何やってたかななんか当時好きだったそのほら何 アーティストの。歌詞を知りたいとかさ。か言今言おうとしたそれ。<laughs> 私マライアキャリア。あマライアでやってた、私マイケルだった。たマイケルジャクソン。全然意味わかんない。マイケルはね、ねマジでわかんねえ、難しい。そうだよね、あのベジタボーと書か言われても、ね。ええー、ベジタボロってことがあるの、<laughs> 人間かみたいなさ。どういうこととかさ。<laughs> 難しいとか選んでたわ。 うんそうだよね言いましたからもね、うん、歌はねそうそいい難しいうんうんそんなことをいろいろやりつつでもやっぱりねモノマネが上手い人は英語上手くなってるの早いなって思うえなんからさ私さあのダンスしてた時もそうなんだけどさ私ダンスコピーすごい上手なわけ<ー>なんか。 あのさこの目の前に踊ってる人がいた例えばかダンスの先生自分のダンスの先生とかやって「うん、今日こんなのやるから見ててね」って言うじゃん。うん、でバーって1回やるじゃんでその次に今度じゃあこれ、えっと、何,何秒から何秒までのやつまずやりましょうっつって何回かやるんだけど、うん、そこでさ一番早く結構覚えられるの<ー>っていうのもちゃんと足をまず見て,、ね、足,ず見て足どういうふうになってるから、ね、右の足左の足次腕どうなってるかな手首どうなってるかなとか<ー>首どうなってるかなっていうの全部見て。 リリリリリって言ってこう見てさこうこう,なていうのかな上から下まで見て、うん、で結構自分にそれがインプットしやすできちゃうわけ、ね、そう多分そ,のそれだからかなかな,なんかその旦那の言ってんのもさずーっと言っててだからあの全然若い子なのにさ誰にでも「遅っそ!」とか全然言ってたからさ「<ー> How are you?」じゃなくてね「遅っ!」。 だってモノマネめっちゃうまいもんね。<laughs> <laughs> そうなのよ本当に。そう、だからそのモノマネではモノマネできました。モノマネっていうか。あもね、なんかね、あれよ、人のイントネーションとかすっごい映っちゃう。口癖とかすぐ映っちゃうタイプなの。意識してないけどね。だから多分地方とか行くとすっごい多分うざがられると思う。入っちゃうからそういう違うイントネーションが。<laughs> そうそうそうだからね、難しいよね英語ね。難しいって。全然難しい。も<う>全然難しい。まあ言語だからね。うん。でも頑張るしかないよ。そんなんね、使えていいんすよ。使えればいいね。うん、そうだね。でもね、多分ね、使うん使えるというよりも何などう話すかっていうよりも何を話すかだと思うよ。私は。 内容がなかったら別にいくら頑張っていい発音で話しても仕方ないからね,そうだねこっちの人本当に中身求めるからね、うん、あれだけしゃぼっといて中身うっすってすぐバレちゃうしないる,いるねバレバレだよなうん。なんなああやっていってああやって,いてああ回ってきたけども中身なんだかんだめっちゃ遅かったな自分みたいなさ <laughs> そういうこと結構あるで。いるいる本当にそうよそれ辛いであ ね、ちゃんとこうね、うん、かほん意志がないとねうん,んにあのディープに物事考えないとだめなんだなって普段ね思うよねバレるよねうんあとさアメリカ来た時にさよく日本のこと聞かれない日本の歴史とかさ、うん聞かね、私だって本当に恥ずかしいことながらあのハワイのパールハーバーぶっ潰した日本人ってあの大人になってから知ったもんや <laughs> あ本当に。いやに そうだでこのハワイに引っ越してくるってなってほらパールハーバー大きいじゃんかそれでさ何だっけあそうだよねそういえばそうだよねっていう感じになって言われてみればそうだなそうだなみたいな確かにねそ確かに関わりがなかったら難しいかもしれないねコネクトすんのがねうん結構いそういうのないなんか日本人ってこういう感じなんでしょうってその海外の人とかに会った時に言われたりとかしてさ「えあるあるえ 逆になんかでもさでも私たちも知ってはいるんだけどそれをこうどう表現するかがさ、うん、まあ宗教観についてとかさたまにこうなんかこうう、ね、会話に入ってきたりするとなんか「じゃあ日本人は何をしあなたはじゃあ何,何,何の宗教なの?」って聞かれた時に「うんうん」うん。えー そうみんな経験してた、うんて感じ,じゃない？<で>なんかんなブリズムなんだか、シントイズムなんだか、そう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 ,そう,そうなんかうん、私だからそれでカナダでほらバンクバスねた時にホストファザーにそれのお質問されて、ああうーん、まあ知りて言うならブリズムかシントイズムだけど、うん、別にこう信じて信じてるっていうわけではないかなって言ったら、へ？みたいな、<laughs> So you guys don't have belief みたいな、No I I think so. <laughs> む,むずいね。What is belief? みたいなさえ彼はクリスチャンもう結構強いクリスチャンだったのいやまあね彼はクリスチャンなんだけどあの教会とかにはいかないタイプのクリスチャンだから多分それでも多分そのレベ私たちと同じくらいのレベルなんじゃないそう考えると。一つこの前いい言葉をね勉強したのはね「はい、I am Shintoism by culture」みたいな。 宗教を信じてるわけではないけどそのの神道の文化では育ってきてきるよみたいいな言い方多分<ー>でほらもう私たちの生活ってほとんどね仏教神道のあれがいっぱいあるじゃないだってこう七五三とかもうそもそもねその行事として組み込まれてるじゃない<ー>考え方とかさ掃除とか<ー>人リスペクトとか<ー>じゃあそれは<ー>じゃあ果たしてあなたは神道なのブ,ブディズムなのって聞かれるとじゃん でもカルチャーとして文化としてはその宗派から来てますよねっていう言い方を見つけた <laughs> えねごめんそれってさもしかしてさ例えばさそんなにものすごいクリスチャンじゃないけどクリスマスをお祝いする人たちと同じような感じあ多分そうだと思うよだよねうんえじゃあクリスマスをお祝いしててで誰かが「えクリスマスさお祝いしてるってことはクリスチャンってこと?」っていう時にうんーまあそうかな うん、なんか両親はクリスチャンだしまあクリスチャンの考え方というかこう文化では育ってきてるよねイースター祝うしみたいな感じ分かんないうん <laughs> そういう感じかななるほどそ、えー、そうかそうかそうかでもそういう感じだよね日本人はね多分ねほとんどの日本人は、ねねまあもちろんほら信じてる人もたくさんいるだろうけどああ、そうだねえも、ー、うかもう私はなんかこうそのし宗教系で言われると うん何も属してませんって言ってるけどでもさほらなんだっけお葬式とかになってくるともう絶対だってあそっかあ呼ばなきゃいけないじゃんねそ,その時ぐらいよね<う>大体ねなんかあ,あうちんちこれだったんだ<う>みたいなそあそうだねそうだねお墓とかそういう感じになるとそうだねう面白いよね そうなんですよいやでも本当に日本のこと聞かれるとマジ困るわ歴史とかね歴史聞かれるねあとさなんかさこの外国人から見た日本を外国人が日本を見た時に面白いなって思うところのさ観点がうちだと違うじゃんあ<ー>ね。例えば日本人ってマリオカートを走れるんでしょう、うん、渋谷でとかって私言われるとはぁとか思って 何それみたいなあとロボットカフェとかあったじゃんあ,<ー>あれとかも私全然知らなかったけどその海外の人から教えてもらったの。うんうん、でえそんなあるんだみたいなその,その面白いと思うところの観点が違うじゃんか、うん、だからさそこでその何ていうのかなその,その感覚で日本ってこうなんでしょうこうなんでしょうとかその文化の層もそうだし、うん、あの宗教系とかもそうだしいろんな質問されても自分はほら全部分かってるわけじゃないからね。自分の知ってる中でその でそれでそういう質問されるとうわ私何も知らないんだなとか思っちゃうんだけど、うん、でも割と結構自分はそれ以外のことは知ってるわけであって、うん、見てない、ね、そこはって感じで、ね、そうううそうそうそんなこと言われて私全然知らないと思って初めはへこんでたけどでも、うん、まあ文化系とかはやっぱ知ってた方がいいと思うんですけど歴史系とかはさやっぱ日本人だしね、うんうん、だけどなんかそれ以外のことは別にあんまへこまなくていいな私別にそういうのは知らないんだよねでいいんだよって言っても分かれねそうだしねそれね。 わかんないよね、そんなね。んなんか面白い感じであの触れた猫、ね、の英語に関してね、<ー>うちらで、ね、よかったんじゃない、ちょっと私たち喋れないんですけど始める前、もうなんかね、そうなんか <laughs> んちょっと考えてなかったけどって言ってたから大丈夫かな、大丈夫かなと思ってけど全然いけるじゃん <laughs> いや、あるよ、そうだよ、だって私たちがアメリカで過ごしてると思うそりあるよ、山ほど 良かったじゃないですか。良かったじゃないですか。うん、今あちょっとあれ質問があるからさそうんでし俺読もうか今回。あいう読んで。私さこの読むのめっちゃ下手だから。あじゃあ私読もうか。そっち借りる。あのほら国語のさ <laughs> あの <laughs> 音読がダメな子でしょ。次回ってくる<っ>と来るのもうドキドキしてでいやいざ来たと思ったらあの私下手ですって初め言ってから言うんだけど<いや> <laughs> もう全然下手なの。今月ね。 <laughs> ちょっで感じが読めなくって何回も何回も言い言い返してさ <laughs> 先生にあ,あの正しいこと言われてみたいな <laughs> はいみたいなさダメじゃんでは肩ポンポンのコーナーいきますかはい行きましょうででんでんででんはいえー、っとねーお名前がないのでまあないまま行きましょうはいこんにちははいこんにちは 家事の合間に耳で聞いて息子が寝た後に映像付きで見て毎回楽しませていただいてます。スタ<ー>パターン行ってもらって,ってっ映像発しりました。<laughs> ありがとうございますね。カ <laughs> タ <laughs> ポンポンのコーナーに産後ボトルについて投稿させてください。はい。私は現在30歳で1歳5ヶ月の息子がいるお母さんです。産後、うん、全然痩せないのです。<laughs> はい。わかるわかるよ。るよ <laughs> もともと165センチ58キロぐらいだった体重が、胎妊娠中は12キロ増。うん。 出産直後は赤ちゃんとそのほ,そのほかもろもろの重さが減って数キロは落ちましたが、うんうん、あるよあるよという間に臨月の頃と変わらない体重にさ逆戻り、うん、完全母乳でやってきてご飯も食べるようになった息子は今もまだ授乳しています、うん、産む前は周囲からおっぱいあげてたら絶対痩せるからおっぱいあげてた時期が一番痩せてたくらいよと永遠に聞かされていたので聞いてたと違うと嘆いています、はい、太った原因は分かっているのですストレス食いです 息子はとっても可愛い子育ても楽しいけれどやっぱりしんどいこともたくさんありますよね、はい、今暮らしている場所はも私たち夫婦の地元からは遠く離れているため近くに親戚などもおらずヘルプを求める人がいないことや住み慣れていない地域での初めての子育てでストレスがかかっているのだと思います。ス、はい、ストレスのはけ口が食に向いいててと太っししまいました。はい 息子と年の近い子のお母さんたちはみんな細くてキャシャ,キャ,シャな人たちばかりです比べブ立って仕方ないし悪いのは私ののに細くていいなと羨んでしまいます、はい、落ち込んでいても脂肪は減らないので1時間ぐらい息子をベビーカーに乗せてウォーキングしたりお腹が空いたら具沢山の味噌汁を食べたりするようにしました、うん、健康的に身軽になれるように頑張ります長い文章になってしまいましたすいません年末年始忙しい日々は続くと思いますがご自愛くださいこれからも配信楽しみにしています ということでございます,います、ね。私さ、これお名前なかったでしょう。<お>ポンコさんっていうでいい。<laughs> あの肩ポンポンのコーナーでお名前なしだから、一応ポンコさんでいきますね。ね <laughs> じゃあ、もうこれから匿名の人は全員ポンコさんになるわけね。んんはい。はい、ポンコさんさん、私のこと言ってる?。マジで。<laughs> ね。同じだってや。同じだってや。今も?。私だって、そう、同じだったよ。うん、ていうかさ。私もそう思ってたよ。あのね、まず二つあります。一つ目。 オッパーあげたり痩せるって私も散々気づいたわけ私三人全分カンボよ痩せにんよ全然痩せにんよオッパーあげてたって全然痩せねえよ都市伝説やったんかほんとにえ、いや、言うよ本当に痩せた人は痩せるみたいなわけオッパーあげてた時に、うんうん、で ななんでなんでだろうねあの仕組みではなんで痩せるのかわからないけど私は全然痩せませんでしたポンコさんと同じ 2>、うん、で2つ目は私は勝手に自分の頭の中でさ30代になっったたらやつれると思ってたの <laughs> あでもいいよねそういう人でなんかね。ねんかほら年取ってきてこう勝手に痩せたとかさ、うん、そういう感じで私は20代の時に。 今頑張って痩せなくても大丈夫。三十歳になったら勝手に痩せるからって自分の中で思ってたのなんてか分かんないけど、うんうん、ほらあんた三十歳になったび、あ<っ>やつれねえぜ。<laughs> 全然やつれねえぜ <laughs> 超。超健康体みたいな。<laughs> <laughs> なんで勝手にやつれるって思ってたのかも私もよくわからないんだけどさ、痩せてやつやつれて綺麗になるかなとかも多分ちょっと対戦で<ー>大変で子育てとか。うんうんうん 忙しくてねでもそういう人っては,はっきりといるじゃん三十<る>代半ばぐらいになってくるとちょっとさ、ねうん、忙しくってもう全然最近食べれてないから気づいたらなんかあのー、なに中学生の時の体重と一緒になってたみたいないるたまにいるそ <laughs> ういはあ並んでっていうのをずっと感じている私でございますなるほど。でもさ絶対ホルモンのバランスとかあるでしょホルモンぶちこりだでや ぶち壊れでししょ、うん、ぶち壊れだんは大変よでもそのさストレスで職人走るってもう本当に私のこと言ってるっていう感じ感じほんに。<laughs> ねイラついた時にやっぱりさあの何て言うのどう,どうしてるほ本当にイライラするねなんかイライラそのホルモンっていうのもあるしなんか学んでみけととりあえずこのイライラしてくるっていうのさ、悩みとかではなく本当ににんかもう 怒り, <laughs> 怒りっていうわけでもないなんかさ小さいイライラみたいなのがこうなんかあるわけ<ー>そさああみたいなさタバコの代わりみたいになっちゃったでしょ多分ねあ多分そんな感じなのかもねっっ本当はためなくていいんだよねお腹も別に空いてるわけじゃないんだけど、うん、口寂しいみたいな感じになっちゃって、うん、でそうなんだ手が伸びちゃうんだろうねまあでも私も大体そうかな た食,べなんか食,食が楽しみだからさそうなんですよそうじゃなきゃあんなに食べ物の話しねてるじゃん <laughs> 本当にあの時めちゃくちゃ楽しそうだったもんね <laughs> も<う>効果音とか入れてね「コン」とか言ってね <laughs> <う>手です手でだってもう収録終わった後と「第2回やろうや」<laughs> <laughs> <laughs> もう次のことやるらや <laughs> さっきのこの回始まる前って全然違う方がねこの回はもうしぶしぶだってかもう足引きずりーのみたいなもううんみたいなそれはやっぱさあるよこうんかやっぱりこう気合が入るときとああちょっと頑張ってみようかっていうときとあるよやっぱねかおちゃんもあるはずそうだねかおちゃん今日全然乗ってこないなんて言ってあんでや あった何回かあったよね。いつあったかなあれ、仕事の回だったかな<ー>多分、ね、日本乗りかなんかした時、ちょっと疲れ始めてなんか…そんなあるだそんな。クークークあるある。仕方ない。まあそうなんだって、かもちゃん。だからこれはね、あの本当に肩ポンポンなの。あの別にあの あれとかもないあのなんだっけこう,こうした方がいいんじゃないですかっていうのも別に私も言えなくって、うん、本当に気持ち分かるから同じだから <laughs> 本当に分かるまあ最終的にさ健康では痛いよねってとこじゃん、うん、だからさその私も去年さ突発的にさあのホノルルマラソン走ったの1 0キロだったけどね、うん、でもさすごい良かった。やっぱりそらら運動するからさ ちょっと痩せたんだよ、その時、うんね。それもいいっていうのもあるけどやっぱりねあの気持ち的にもいいいですね。いやほんとそうよ、うん、頭の中もすごいさ良くなるしさ私はね走りはあんま好きじゃないんだけど多分みんなねあるんだよこう向き不向きというかさいやいや好き嫌いみたいなのがあるけど、うん、私はほら最近ずっとあのアロヨガのさアプリで、うん、最近私 50, 50分のやつやってるから。 お、いいじゃないですかすごくない50分私今まで50分なんてできると思わなかったけどやややりりでできんのんんできんんんよよ、みなならいだけそうだね、まあ、ほんとそれこそ,その、ね、自分の踏み踏み切りとあれそうそうそう単発的にポーンってやる人とこうじっくり、ねうん、長くやる人と、ね、いろいろいるからね運動もね。まあ何かしらね始めてみたら楽しいけど。うん いやでもご飯は楽しいからなご飯は楽しいしこのイライラしてるときにその目がこうそっち向いてしまうっていうのもすごいわかるからその分やっぱりそうだね健康的に入れるべきでもやっぱり運動しようねそうだね、うん、そうしようやでなるべくあのセルフケアしてさね自分大好きでさやっていこうやそうやな肩ポンポン のコーダーでございました、ポンコさん。頑張ろうや。<laughs> これはさ、もう究極のさ、あれよね。話聞いてほしいっていう時に、も最高のバイオこ。コ。<laughs> もう本当にアドバイスとかいらんから。<laughs> 聞いてくれや。とりあえ聞いてくれや、ね。<う>聞いてるやそ。そういう人はもうみんな送ってきてくれたらいいよ。そうだね、そうだね。ね送ってきてください。さん頼みますや。聞きますわ、うん。お願いします。 もうみんな同じ人間だから大体同じ悩み抱えてんのね <laughs> それな <laughs>、うん、それな面白いよね、うん、だって全く同じ時代でっびっくりしたもんね <laughs> <laughs> 彼女は30歳で1歳5ヶ月の子だけど私3人と同じこと考えてますからキチ <laughs> 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 いおめえキチいべ<ー>おめえ来るべいつか自分子供を産む時来るで、ね、いやもうだって私 今年,今年でもう30になるのよ「うわおう,んうわそうじゃん今年30」じゃん30いやなんかさほら20代前半とかさ10代の頃はさ、はい、いや何しても大体大丈夫だったねちょっと体調崩したってもう元に戻るしあ,あんたそれって思ってたんだけどさチア、はい、もうね20後半ぐらいになってからね自分でこうあの手綱を持たないとコントロールできなくなってきた。<laughs> わかる,暴る馬よ <laughs> 特にこのなんか慢性的なさ突然、熱が出て体調悪いとか明らかにああウイルスみたいな感じじゃなくて常に体の中になんか潜んでいるなんかこう憂鬱な時とかさ悪玉ガンダで悪玉っていう漢字で悪い玉と書いて悪玉が溜まってんのよ体の中に。 でね、それが動き出すんじゃないの。怖い、何,何, <laughs> 何それ。い何それ、つぼうる。い, <laughs> <laughs> いや、なんかさ、だって、ちょっとさ、だるいとかさ。はい。なんか、なんか、ちょっと、こう、な、偏頭痛がするとかさ、うん、この、ね、病気未満みたいなやつ。ああ<ー>。そういうのがちらほら出てきても、うなんか、やんないんちゃう。ゃあ,、うん、あるよ。朝、なんか、お腹気持ち悪いとかさ。 それが何でもだからそれを別にほっといたってしかたぶ、うん多分そういうのってそういう,なんかこう体の冷えとかさ結構マイナーのものからが積み重なり積み重なり積み重なりそうなってたもん運動不足とか、うん、食い過ぎとか食べ物の種類とかでもあるよねう,んうちの旦那は片頭痛持ちずーっと片頭痛持ち片<ー>頭痛でその,あのなんだっけ スピリチュアル系の人にお話しした時には彼女にはあ考えすぎですね頭使いすぎですねあ<ー>れそれはあると思、ね、うねどうぞ頭本当使いすぎ常にずっとぐる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 回ってるでしょずっと考えてるもう頭痛持ちの人は大体そうですよ、ね、頭考えすぎ常にってだからもっとリラックスしないとダメですよでもリラックスしろって言われたってもう性格なんだよねそれねもうさあれよね結構もうドッカーンっていうことが起きない限りそういう人って考え方変えれないじゃん あともうだってあれじゃない、うん、生活習慣じゃないそれこそほら何であの瞑想するとかさ毎日、うん、あと運動とねうん、うん、そうだねそっかでもそその年齢でそんなん出てきたかもともと私もほらメンタル系からそういう影響が出てくるタイプの人間だからさなか緊張するとお腹が痛いとかさあーあ痛ね でもね私そんなに敏感じゃなかったはずなのに昔はお<ー>いやーなんかこう年を重ねるにつれてだんだんこうプロテクティブになってきてとかいうかさ、うんうん、そういうのありますよねみんなねんそれはそれでまた今度収録し,し,しろや、うん、なんか体調悪くねってやつ<康> <laughs> <laughs> なんか体調悪くねっていうなんか、ね、病気じゃないけどなんか体調悪くねみたいな <laughs> 眠くねみたいな。 歩くねっていう天気かなみたいなやつ。<laughs> まあね、そうだね。あるでしょそういう日。だるいみたいな日。うん、ないの？あったかやわかんねえな。ちょっとわかんないってことは多分あれじゃない？そんなに気になってないってことじゃんね？でもね、それあのあなた忙しいからそれもあると思うよ、ね。ああ<ー>、もうあ止まらない。うん、もうなんかもうそれと子供を送らなきゃいけないから。<laughs> でも気をさこうずっと張ってるとさ私も気をずっと張ってると割と大丈夫忙しいと大体大丈夫でもそれがクッてブレークが入ったりとかあと日本帰国すると大体体調悪くなるねなる多分安心してんの、ね、よ、はい、クッって体が安心するいつも結構日本から帰ってくるときにあのー、もうなんか咳とかが始まる、ね、なんか乾燥してさあーまあ環境の変化もあるねそう でなんかちょっとその喘息っぽいのが始まってみたいな毎回そうね毎回そうだからさちょっと体調悪くねっていう回やろあ乗 <laughs> らないけどまあいいよ <laughs> あそれまた足引きずってくる系なの <laughs> 私は削ってじゃあ何なのよ何がノリノリになる私が盛り上げてるんでしょうが <laughs> じゃあ何なの面白いこと言ったりとかして <laughs> <laughs> 何なのじゃノリノリになるトピック教えなさいよ なんか私がどういうのは食べ物とか <laughs> もう笑ってるしあとなんかこのかでもそ,うそういうの好きよ私体温めましょうだから言ってんじゃんちょっと体調悪くねえからなんで足引きずってくんのよ<笑><笑>じゃあそのさ私がささんざんこのあた体を温めて病気が全部治るっていう本を読んだ時の話するよじゃあ体温めな何でも治るんだから治してみろやもうゃあね ししてみるよゃてみみろろよ、よ。よ。ゃでもる温めたらだからあんた温めなきゃあんたねあの背高いからね目積多いからそうだ、ね、ろんなの、ね、すごたよ。あんた絶対指の先いつも冷たいでしょキン,キン足とかすごい。キンキンでしょ絶対そんな感じがする何<が>かもう見た,見た感じそんなキンキンそういう感じの指先やもんねこう長くって細くって <laughs> なんかいいですかが だからそういうことよ。も <laughs> う止めよとしてるのよ。<laughs> そういうことですね。じゃあ今回も聞いてくださいありがとうございました。カホちゃん。何？本当。今日もいい感じだったね。今日ちょっと楽しかったんじゃない？<の>ほら。あるちゃん聞。聞きご聞きご聞, <laughs> <laughs> 聞き聞き言えい聞きごたいがあったんじゃない？<laughs> そうだといいね。うん。う もっと頑張ろうや。そうだね。みんなコメントください。はい、私はみんなのコメントが見たいの。<laughs> 姉さんもそうでしょ、うん。はい。そうです。皆さん頼みますや。うん頼みますのって。<laughs> <laughs> もう姉さんにこれ以上 <laughs> あんまり <laughs> あんまり再生回数言ってないって言わせないで <laughs>。 いや聞かれたから言っただけだマジで <laughs> 聞かかれたた言っただけあだんなんか「お前全然伸びねえじゃねえかよ」とかそういうんじゃなかったら <laughs> 違うねでもほんにこれだってさうこういう感じの話を1時間ぐらいしてるんだからやっぱり一握りの人しか、まあ、それゃそうよこねてやそりゃそうやで <laughs> そんぐらいでいいんだよそうじゃんねそんぐらいが一番いいんだと思うこれからちょっとさ 逆にさ、ちょっとこうね、か自分のコミュニティからちょっと外れた人が来ると、ちょっとほら、あの、バあらしが起きるからさ、バあらしなか分かんないけど、げる <laughs>。<laughs> 山賊みたいなのが来る。だからこの気持ちいい感じがいいんじゃないかなと思う,ん、うんですけど。ねうん、聞いてくれてありがとうございます皆さん本当に。本当そう。これからもなんかこんな感じで頑張っていきますんだよね。<laughs> 多分なんかね多分映像がなくなってよりリラックス感が高まったと思うんです。もリラックスしすぎだな。でもそこからい出てくるものがあるよね。うんそういうのがいいっちゃったね。そ,そのうちこうささやきラジオみたいなね。

言ったよ、アマゾン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 、そう、この5つで配信してますのでね、あと YouTube、はい、そうです。皆さん、コメント残してください、面白いので、読むのが。よろしくお願いします。あ、ということで、それではまた、そのうち、気が向いたら会いましょう。そそうでですねれは おやすみなさい。グダグダネイバーズクラブ。私たちは配信をアンカー。はい、ポッドキャスト。ポッドキャスト。スポットファイ。笑うなって。絶対笑うな。絶対に笑うな。絶対に笑うな。おめえ、髪かけや。おめえが髪かけや。おめえが髪かけや。おめえが髪かけや。じゃどうぞ。 みんなこっちみんなもう泣きそうになってるやろお前 <laughs> こっちみんな。ケー。